考えたのですが、怒りはあまりないんです。例えば不動産屋さんで引っ越し先を探して契約をしようとしたら、提出したパスポートの写真を SNS にアップされそうになってたとか、そういう書いていいのか悪いのかわからないタイプのことはあるのですが、中略、これは解決できるタイプの怒りじゃないなと判断したら、早めに忘れることを心がけています。変な例えですけど、スポーツの試合で反則されたからといって乱闘したら逆にペースが崩れますし、何かあったとしてもよほどのことじゃなければ水に流すようにしています。中略、そういう考え方になったきっかけはいくつかあって、その一つが今回ゲストでいらしてくださる加藤さんが朝の情報番組で私がスピーチで涙ぐんだ場面を報道してくださった時に、心がデコボコになるということは表面積が増えるということだからとおっしゃってくださったことがあるんです。それからはいろんな感情に対して前向きになりました。以上。長っ。